たのを見て、はい、きっかけだったらしいんですけど、そう、家にたまたまベースとギターがあって、うん、なんとファンの人がコードとかを教えてくれて、うん、キラキラ星を弾けるようになったんですよ。キラキラ星を見てスタッフさんが、はい、ハスミンをこのザ・エイトルズにスカウトしてたんですよね。よし、じゃあみんな最後の曲いこうか。準備 OK？ OK！ OK！それでは、ザ・エイトルズ、次が最後の曲になってしまいます。次の曲は皆さん一緒に歌ってください。それでは聴いてください。一生の間に何人と出会えるのだろう。